はい、1月の18日の木曜日ね、時間は夜の8時ですよね。今日は、夜の7時まで労働をしてきましたね。昨日は夜の9時15分まで労働してましたいやー、もうね、今日起きるのが辛かったですよ。もうね、本当にね、まあね、最近というか、ね、今の仕事についてからですね、睡眠時間はしっかり取ろうということで、夜の11時には遅くても11時には寝て、で朝の6時半に起きるというですね、7時間半ね、睡眠時間を取るというですね、健康的な生活を送ってたんですけど、昨日ちょっと寝るのが遅くてですね遅かったので、まあ、ね、朝起きるのは辛かったとね、というおっさんですよ。ね、ね、お笑いの世界ね。今いろいろと何かと話題のお笑いの世界ですけど、ね、前回の動画でちょっとお話ししたんですけど、ね、前回の動画はプロレスラー、映像作家、ミュージシャン、お笑い芸人の底辺の中で一番たちが悪いのはどのジャンルなのかという話をしたところで終わってしまったんですけど、まあ、どのジャンルなのかって言ったら、お笑い芸人が一番こうなんかたちが悪いというか、えげつないなと思いましたというところで終わったんですけど、あのね、まあ、なんすか、まあね、私もそのお笑い芸人の人にこう触れ合ったのはあんまり2、3回なんですけどね。まあ、いい人もいますよいや、この人が本当にいい人なのかどうか分かんないですけど、いい人もいましたよ。で、でもですね、一番ね、なんかね、ああなんて闇深いんだと思った、思い知らされたことがあってですね、というのもですね、今から何年前ですかね、8年ぐらい前にですね、お笑いライブの、お笑いライブに出演してくれって言われて、で行ったことがあったんですよ、ね、で別に私お笑い芸人じゃないですから、一応ね、田中安全プロレス総帥田中守が自分で作った、ね、実製作映画をライブ会場で上映するというですね、ことをやったんですよ。でその時に作ったのが、ゴジラ2015を持っていてですね、でお笑いのライブ会場で、ね、ライブ会場といってもですね、ちゃんとしたライブ会場じゃなくって、まあ、居酒屋を借り切ってなんかね、ステージを作って、ね、なんかやるというやつなんですけど、そこに芸人さんとか、なんか漫才師とですね、あと2人組の漫才師とかですね、あとピン芸人とかですね、あと落語家の人とかですね、いろいろ集まってたんですよ。でその中に紛れ込んで私もね、参戦したわけなんですけど、まあね、私だけ畑違いなんですよ本当に他の人たちは漫才とかね、こうピンでコント的なことをやったりとかですね、あと落語家ですから、もうお笑いの人の世界ですよ。でね、まあ控室とかでこう話をしてるのをちょっと聞き耳を立てたんですけどね、もう聞こえてくるのは他の芸人の悪口ね、悪口とかですね、あいつは俺と同期なのに、なんであいつ、俺本当は俺の方が面白いのに、なんであいつがあんなにウケてテレビに出てるんだというね、恨み節ね、さすがにですね、私プロレスの方も結構携わっていて、控え室で選手同士の会話って聞いたことあるんですけど、その選手同士の会話の中で、あいつが
俺と同期でデビューしたのにあいつばっかりなんかあのスター扱いで、俺がなんでスター扱いじゃないんだって、俺の方がプロレスが上手いんだとかね、そういう恨み節を言う人ってはっきり言っていませんでしたよね。あの逆にですね、あのこうプロレスで、ね、この間あそこの会場でプロレスしてきたんだ、なんか初めてだったけど楽しかったとかね、とかですね、あと大物の誰々さんと対戦できてすごく良かったとかですね、あのねこう前向きな、ね、明るい前向きな話をですね、あの皆さんされて、あと他にもですね筋肉マンの話とか一生懸命されてる方おられましたよね。そういうねこうプロレスの楽屋ってなんかこう荒くれどもがウェーイとか言って、あり余る力で楽屋を破壊する、バーン、早く俺の戦いはまだかとか言って、荒くれ者の戦い、戦いをまず荒くれ者の巣窟のようなイメージがありますけど、あの意外とこうね和気あいあいとしてるね、あのこうほんわかとした空間なんですよ。でそういうのに慣れていたもんですから、いざお笑いライブの控え室に行ったら、まあそこで出てくる話題といえばですね、なんで俺はこんなに不遇なんだと、で、あのそれは許せんと、ね、そんな話ばっかり聞いてですね、まああのお笑いライブ以来ですね、もうそっちの世界にはあの極力携わるのやめようとね思ったもんですね。あの多分ですね、多分だと思うんですけど、他のお笑いライブに行っても同じような愚痴を聞かされると思います。というのもですね、今からですね何年前ですかね、10年12年か13年ぐらい前にですね、鳥取に行ったんですよ。あのプロレスをしている人、プロレスでお世話になっている団体の人たちと一緒にですね、鳥取旅行に行って、で旅行先で鳥取砂丘とかでプロレスをするみたいなことをやらさせていただいたんですけど、そこを行く時にですね、あの 待ち合わせ場所がね大阪駅だったんですよ。じゃあ新大阪の駅だったんですよ。で新大阪駅前に何時っていうので、あの待ち合わせしたんですけど、私ちょっと早く着きすぎたんで、なんか新大阪の確かマクドナルドだったと思うんですけど、あのよくうろ覚えなんですけど、コーヒー飲んでたんですよ。そしたら私の後ろの席にいる人たちがなんかワイ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 なんかしゃべってるんですよ。でなんか3、4人で、で俺はなんかね話を聞いてるとどうもですね芸人っぽいんですよ。でなんか俺はなんかもうあんまダメなんだよみたいな話をしてたら、そしたらこの取り巻きの弟子みたいな人たちが、いや兄さんは面白いよ、兄さん面白いですって、今テレビで有名な誰々よりも面白いですよとかいう話をしてですね、なんかいろいろねこうしてたんですけど、なんでお笑い芸人があの新大阪の駅のマクドナルドでこういうそんな塩なんか愚痴ってるんだろうと思いましたけど、おそらく彼らは顔は見ませんでしたよ、後ろでしたから顔は見ませんでしたけど、ちょうどそのコーヒーを飲んでたお店というのが新大阪の新幹線のね改札口のすぐそばだったんですよ。ということは多分ね改札口から東京かどっかからね、あの多分東京からだと思うんですけど、大物のお笑い芸人が来て、それのお出迎えに来ていたんじゃないのかとね。でしかも声の感じからしてそんなに若くない、取り巻きのなんか人たちは分かったけど、その兄さん面白いですよって言われてた兄さんはもうだいぶ中年の声でした。でねこう何十年も芸人をしているけど、鳴かず飛ばず、しかも新大阪に、大物の人をお出迎えをしに行くみたいなですねシチュエーションだったんだと思いますね。ところ構わずね、こうなんであいつの方が面白いんだというですね言ってるんだなと、ねあいつがね俺よりも上で憎たらしいとかそういう話じゃなくって、自分がどうなのかということを見つめ直すことが大切だと思いますね。自分がどうなのか、
自分が世間から見られてどうなのか、ね、あなたの芸は世間から見て、あなたのそのお笑い芸はどう映っているのか、それが重要だと思いますよ。で、芸人だけど人を笑わす芸人じゃなくて、ね、笑われてませんかと、ね、笑われてませんか、あざ笑われていませんかとね、蔑まされて、ね、笑われてませんかとね、問いたい。ね、まあね、でもね、お笑い芸人って基本的に面白くないなと思うんですよ、本当に。ね、というのもですね、M1 ってあるじゃないですか。ね、M1 でもう何千組という漫才師の中からよりすぐられた人たちが決勝戦で戦う、最大級の持ちネタで頂上決戦だっていうのやってますけど、この間ちょっとねチラッと見たんですけど、全然面白くなかったんですよ、その漫才が。でこれがこのね、トップに頂点に立とうとしている人たちの漫才かと、ね、全然面白くないやん。じゃあそれ以下の人たちは一体どんな漫才やってるんだとね、思いましたよ、ね。あとはね、うちの地元のケーブルテレビでですね、吉本の芸人がね、なんかね街歩きをする番組があるんですけど、全然面白くないんですよね。あれなんでなんですかね。ギャラが安いからやる気がないのか、それとも一生懸命ギャグをかましてるつもりなのに全然面白くないのか、なんかね、見ていて悲しくなりますよ。で、人を笑わすっていうことに対して舐めてるんじゃないのかと。ね、人を笑わすというのは人様の心にね、こうささやきかける、ね、宮崎駿も言ってたじゃないですか。アニメを作るということは、アニメを人様に見てもらうということは、人様の心にね、こうささやきかける行為だと。それをそうして人の心を動かすということはもうすごく大変なことだと、ね。ですからお笑い芸人はお笑いに対して、お笑いを舐めてるんだと思うんですよ、ね。こんなくらいのギャグで多分受けるだろうみたいな感じでやってるから全然受けないんだと思うんですよ、ね。やっぱりですね、人を笑わそうと思ったら本当に渾身のギャグでもうね、洗練されたですね、渾身のギャグで笑わす、ね、それを考えるとなんか一生懸命笑わそうとして笑わしてないような気がしますよ、ね。まあね、ね、まあ素人のが面白いと思います。